脇がの治療としてミラドライを使うなっていうことなんですよ。お役所、学会レベルでそういう風になってる話です。このチャンネルではお顔の若返りの悩みを中心に美容医療の様々な悩みを解決する、そういう情報を発信していきます。ぜひチャンネル登録をお願いします。こんにちは、コスメディカルクリニックシンシア総院長の又吉秀樹です。最近脇が治療としてミラドライ、厚生労働省認可の脇が治療とか言ってるクリニックいっぱいありますよね。あれ嘘ですから。脇がにミラドライ効果ないんです。なんで効果がないのか、ミラドライって何なのか、今回はそのことについてお話しさせていただきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。ミラドライってどんな治療なのかちょっとご説明していきます。これ脇の皮膚の模式図ってやつですね。脇の汗、なんか臭くなるところ、まあ脇とか有名なところ、乳輪とか舌とかね、ちょっと特殊な汗の線があるんだよ、まあ、この辺の皮膚とかサラッとしたね汗しか出ないとか言ったりしますけれども、エクリン腺って言って神経に支配されていて、汗を出せっていう風に命令が来た時に反応してジャバーッと水を出す腺があります。脇とかはちょっとフェロモンの名残だとか言われてますけれども、毛の付属器としてアポクリン腺っていう巨大な腺があるんですね。この巨大な腺ですけれども、エクリン腺が水と塩を基本的に分泌するのに対して、匂いの元になるような濃いなんか物質が入ってるもの、タンパク質ですね主にはね、が分泌される。だからこれが匂いの元になる本質だって言われています。こっからですねちょいグロ画像が出るんで、苦手な方はちょっと進んだところからね見てもらえばと思います。これが手術の時に脇の皮膚をちょっと切ってひっくり返したものです。このアポクリン腺っていうのはどんな感じかっていうと、これ毛ですね、こういうのです。これ脂肪ですけど、目で見て分かるレベル、これがアポクリン腺。いかにもギトギト濃いものを出しちゃいそうな雰囲気が漂っています。脇がの治療っていうのはアポクリン腺をやっつけるものですから、それを取ると、まあこれは切開してるんですけど、もう取れたなーっていう雰囲気になります。アポクリン腺は取れました。じゃあこれエクリン腺取れてるのっていう話になるんですけれども、エクリン腺取れてません。ちょっと取れてるかなぐらいです。エクリン腺っていうのは神秘に入り込んでるんですよ。神秘の中にいるエクリン腺、脂肪層の中まで顔を出してるのがアポクリン腺。アポクリン腺を取るのが脇が治療。汗を減らす多汗症っていうのを良くするためにはエクリン腺を何とかしなきゃいけない、こういう話になります。じゃあミラドライっていうのはどういう施術なのっていう話なんですけれども、表面からですよ、こういうふうに当てて、当てたところからマイクロウェーブを出します。いわば電子レンジです。電子レンジで熱を出します。出して加熱していきます。うわー、加熱されました。そしたらエクリン腺だけ死ぬっていうのがミラドライのシステムです。皮膚の細胞死なないんだ、ふーんって僕は思いますが、なぜか皮膚は殺さずに、皮膚の付属器の細胞も殺さずに、なぜか神秘の中に埋まり込んでいるエクリン腺の細胞だけ選択的に殺すことができる謎システムがミラドライです。このエクリン腺をねやっつけることができるとするじゃないですか。これやっつけることできますか？できません。エクリン腺だけをなぜか選択的に殺すことができる。でもアポクリン腺は殺せないっていうのが分かってます。ミラドライやった後、僕ワンサカ手術してますけど、アポクリン腺見え見えですからね。アポクリン腺が取れない治療ですよ。これ一つ覚えておいてください。厚生労働省認可機械だから安心の脇が治療ミラドライって言ってます。さて本当にそうでしょうか。厚生労働省のホームページを見てみましょう。これがミラドライを認可した時の
厚生労働省の書類です。気になる方はぜひご覧ください。お医者さんも見といてください。この CP12 試験において副次評価項目において基本的には主観評価が設定されている。客観的な評価は十分にできていなかったことがもう一つの理由としてあります。要するにエクリン腺が本当に減ってるんだっていう証明は何もされてないけれども、なんかいっぱいテストして、あ、減ったなーって言った患者さんが多かったから一応認可しますよっていう意味です。この臨床試験の結果としても匂いに対しては臨床試験の達成基準を満たすことができなかったことから、総合して今回ではあくまでも多汗症、汗の多さですね、多汗症に対して適用を認めるもので、匂いの低減効果は認められなかった審査としては結論付けております。なんと効果なかった、脇ガニ、そういう風に書いてるんです、このホームページ。はい、なんとか院さん、今のご説明で理解できた部分もあるんですけど、これは汗が多い人のためのものであり、脇ガの人には適用がないということでよろしいでしょうか。医薬品医療機関総合機構ご指摘の通りです。本品の適用はあくまで原発性の液化多汗症の患者さんのみで、当然液臭症脇がの患者さんに関しては適用外となります。医薬品医療機器総合機構さん、多汗症と液臭症が同時に出現する患者さんも多いと思います。ただ原理的に多汗症の感染はエクリン感染であって、液臭症脇がの原因の感染はアポクリン感染なので、そもそも原因の感染が異なります。今回の装置のターゲットはエクリン腺ですので、その効果として今回の臨床試験の結果だけで多汗症だけに効果があることが分かったという結果です。適用としても多汗症のみが妥当と判断しております。これが厚生労働省の認可です。多汗症としての認可をしました。脇がの効果はありませんよ。嘘なんですよ、脇がに効くって。気をつけてください。これ実際にどういう風に使われてるか、客寄せです。ダメージなく脇が治療できますよ。2回やったら効果ありますよ。その時点で何十万でしょうかね。はい。でも実際には液臭症に効いてんじゃなくて多汗症、当然効果ありません。じゃあどうするか、手術に誘導します。2回やったらなんかそのクリニックに居ついちゃうんですよ。やっぱり40万とか50万取られてまだ臭いから、さらに脇がの治療を進めるんですね。しかもいい人っぽく。これが世の中の仕組みです。そういうクリニックすっごい多いですから。もう一つ注意してください。この認可でも客観的な評価はできてませんよ。謎システムだからですよね。なんで選択的にエクリン腺だけ殺すことができるのか、もう誰に聞いても教えてくれません。僕だって気になって導入したくて聞きましたよ、いっぱい調べました。でも出てこない。じゃあ本当に誰にも等しく多汗症にも効果出てんのかっていうと、出てる人がいるっていうレベルです。主観的評価しかできてないんですから。聞かない人もいるっていうことですよ、謎システムなんだから。じゃあどうするかってね、これねあんまでかい声じゃ言えないんですけれども、麻酔の中にボトックス入れてるクリニックあるんですよ。そりゃ効きますよ。半年後に効果がなくなってきたっていう人がいたら、それはそういうクリニック、そりゃそうですよね、効きます。でも半年しか効かないから、そこで2回目やったら効きますよ。で2回目もボトックス入れるんですよ。そんでその挙句に手術に持ち込むって、どんだけ食い物にしてんのか、やばくないですか、美容外科。というわけで僕はミラドライ入れてないんです。効果ある人もいるの知ってます。知ってるの上で入れないっていうのはそういう理由なんですよ。うちはシンシアだから、
シンシアリーユアーズだからですよ。はっきり言ったら多汗症の治療を、さっき言ったあの一番がっちりした信頼性の高い合併症も多いんですけど、脇が切開手術でも多汗症なくなりません。ミラドライだけじゃありません。切開の手術をしても多汗症を残してる人いくらでもいるんで、そういう人たちがどうするか、最後に行き着くのはボトックスです。ボトックス合併症ほぼほぼありませんし、まあ1年に1回か2回で、十分です。ボトックス多汗症に関してはこれが一番効果あるんで覚えておいてください。もう一つ言い忘れました、あのミラドライの術後ですけど、熱を加えてエクリン線を選択的に殺すっていう施術ですけれども、熱を加えるとどういうことが起こるか、やけどです。ミラドライ術後でやけどごっついのをしてる上で多汗症が治ってない人が、シンシアでボトックスを受けてる人が誰かいます。いるっていうことはそういうことです。これ覚えておいてください。そして今やけどの話が出ましたけれども、最後に注意喚起として一つお話しさせてください。ミラドライで人が死んでます。何が起きたかっていうと、効きもしないのに裾脇がに効く。裾脇がって下の脇がのことですよ。下の脇がに効きもしないのに効くって言ってやったクリニックがあります。熱が加わるんで火傷したんだと思います。下の方で火傷するとフルニエエソって言って、あのちょっと特殊なまずい状態、エソっていうのは鎖を継ぎって意味なんですけど、そういう状態になることがあるんです。それを発症してしまうと命に関わる。で、実際に亡くなってしまったミラドライを受けるまでは若くて健康だった女性、こういう事象がありました。で、ミラドライに関しては日本皮膚科学会、日本形成外科学会、もちろん厚生労働省美容外科学会、こっからですね、適用外のことをするなっていう注意喚起が出ています。あのリンク貼っておきますんで、ぜひご覧ください。適用外のことをするなっていうことは、もちろん脇以外に打つなっていうこともありますけれども、多汗症じゃなくてで脇がの治療としてミラドライを使うなっていうことなんですよ。お役所学会レベルでそういう風になってる話です。じゃあ脇がってどうすりゃいいのっていう話ですけれども、さっきのね、あの認可の時の委員さん、アポクリン腺をやっつけないことには脇がの治療っていうのは成立しないんだよっていう風に言ってました。アポクリン腺っていうのはこの大きい腺です。これの治療は取るしかありません。取る治療に関して効果高く合併症を少なくする手段がシンシアにはあります。その手段、次回以降お話ししていくつもりです。ぜひご期待ください。今回の動画もすごく役に立ったな。この動画を見ることによって脇が悩んでたけど騙されずに済むなと思ってくださった方、これからもシンシアの動画は誰も言わないことを言ってくれる、すごい面白い見たいと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。今回の動画も最後までご覧いただきありがとうございました。